何をしていた？私のオーズはどこにいるのかしら？また始まってしまった。ねえ、オッタル？なりません。まだ何も言ってないわ。いけません。また運命を探しに行くと、そうおっしゃるのでしょう。オッタルは私のそばにいるのに、私の思いを分かってくれないのね。あの、フレイヤ様が置き手紙を残して出て行かれました。何？さあ、私のオーズはどこにいるのかしら。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。にゃー、ご予約のお客様。私のオーズはどこにいるのかしら？また始まってしまった。ねえ、オッタル？なりません。まだ何も言ってないわ。いけません。また運命を探しに行くと、そうおっしゃるのでしょう。フレイヤ様は稀に発作を起こす。オーズ、己の隣に立つふさわしいものを求めてふらりと旅に出て行こうとする。危機感など持ち合わせず、大概が騒動を伴って。フレイヤ様のオーズ探しとは、彼女に振り回される俺たち眷属の後始末の歴史と同義だ。オッタル、いつから私にそんな口の聞き方ができるようになったの？常ならば間違ってもいたしません。ですが、これはフレイヤ様をお思いしてのこと。御身のためならば、還元辞さぬのも我々の務めです。オッタルは私のそばにいるのに、私の思いを分かってくれないのね。ご不満をお静めください。それ以外のことであれば、自分たちが命に代えても。鳥かごに閉じ込めようとしている。天界で私を囲おうとした愚かな神々と同じ。下がってちょうだい。おったれ、
話ってのは何だ。緊急招集なんていつ以来だ。イビルスとの全面戦争以来か。ならば今回もそれ相応の戦場と見た。獲物を手入れしておくか。つまり今より始まるはオラリオに黄昏を告げる終焉の角笛、その前触れ。ファミリアにまつわる世紀の対戦がこれより。右腕がうずく。無理に喋ろうとするな、ヘグ。招集をかけた理由は他でもない。フレイヤ様が発作を迎えた。またか。であるならば我々の招集の理由も納得いく。前は危うくロキファミリアとの交渉直前まで行ったからな。ああ、ナインヘルを殺してしまうところだった。いや、ロキファミリア以外の妖精たちからも怒りを買って返り討ちに会いかけなかったか。黙れよ、アルフリーク。前から言ってんだろ。そもそもあの方を自由にしすぎだと。少しは主神らしく居座らせろ。檻に閉じ込めてでもな。口を慎め、薄汚い猫。貴様ごときがあの方の自由を汚すな。てめえらこそつけあがるな。群れねえと何もできねえ小人風情が。今こそ万有を超えた我が忠義を示すとき。この思いは何人にも負けず、無論貴様らチリアクタにも。だから喋るな、ヘグニ。貴様らが見苦しいいさかいを起こしても何も解決はしない。時間の無駄だ。早急に手を打たなければ。我が悪夢の唇もそう言おうと思ってた。フレイヤ様を押しとどめるのは今回も不可能だ。むしろ自由を奪うだけ後の反動が強まる。最良なのはやはり影から護衛すること。なら俺がつく。俺はあの方の戦車だ。誰だ、笑ったクソは。猫が戦車とは少子。おい、話が進まないからやめろ、ドバリー。戦車ではなく好きでも引いて畑を耕していろ、家畜め。話聞けよ、ベーリング。あの方に喉をコショコショされて万年発情しているドインラン猫が。いや、よせって言ってるだろ、グレル。これだから腐れ畜生は。だからやめろって。やはり俺がつくのが適任だ。ああ、いい加減にしやがれ、イノシシ。でかい顔をしたあの方の隣に陣取りやがった。っていうか、その図体でどうやって隠れる気だ、脳筋。暑苦しいんだよ、脳筋。恥を知れ、脳筋。冗談はその体だけにしろ、脳筋。脳筋。お前は本当に残念なやつだな、ヘグニ。あとおったら、脳筋。
こいつらを黙らせるのに必要なのは己の拳のみ。戦闘には不向きだ。好きにしろ。俺はあの方の。戦闘には不向きだ。勝利のクイーン。フレイヤ。なんで？様。戦闘には不向きで、瞳はいろんなことを教えてくれる。ダメだ。フレイヤ様が置き手紙を残して出て行かれました。何？ダメだ、この人たち。さあ、私のオーズはどこにいるのかしら。暴れてやるわよ。砂漠を船で行くなんて、新鮮を通り越して奇妙ね。けれど、これは確かに私の知らなかった下界の景色。南東へ足を運んでみて正解だったかしら。砂漠の船旅はお気に召していただけていますかな、フレイヤ様。刺激的ではあるわ。少なくともオラリオ以外でこんな船に巡り合えるなんて思っていなかったもの。それは上々ですぞ。このボフマン・ファズール、商人の端くれとしていくらでも女神様の力になる所存ゆえ、なんなりと申し付けください。ドゥフフ。ギルド長を抱え込み、迷宮都市を出るのは簡単だった。気の向かうと子供たちの言葉にいざなわれ、オーズ探しは南東へ。この男ボフマンと出会ったのは、ここカイオス砂漠を目前に足を探すため立ち寄った酒場だった。商人たちの寝踏みする視線、そして私が身分を明かすなり、彼らの下心が丸見えの言動が酒場にあふれかえった。そんな中でも最も迅速に船を手配するという話、ボフマンの言葉に乗ることにした。ボフマン、私は退屈を殺すためにここへ来て、才能を見込んであなたを選んだ。引き受けたというのなら、神の磁場を満たしてちょうだいね。もちろんですぞ、フライヤ様。この砂漠切手の豪商ボフマンにお任せあれ。ひとまず子供たちが集まるところへ行きたいわ。勝手に承知ですぞ。あの笑い方はいただけないけれど、
商人としては有能であることは確かね。ドゥーフーフー、まさかオラリオの最大派閥フレイヤファミリアの主神と出会えるとは。あてのない旅というが、コネクションができることを思えば案内の費用など安いものだ。神フレイヤの人脈を得た暁には我がファズール紹介は一気にのし上がるのですぞ。そういえば、なんでしょうかフレイヤ様。この船はアルテナが作ったものだったかしら。さようでございます。その名もデザートシップ。近年カノクによりこのカイオス砂漠へ売り込まれるようになった品でございまして。船の動力はいくつも砂丘を越えておいて、まさか風だけというわけではないでしょう。魔力によるものですぞ。船底に配備された30以上もの奴隷が絶えず供給することで、この船は推進力を得ております。奴隷ね。ボフマンの紹介も品として扱っているの？私どもというよりカイオス砂漠圏全体がといった方が正しいですぞ。フレイヤ様が居城を構えるオラリオとは異なり、この大地は不毛かつ過酷な砂の世界。よって奴隷制度が認められているのです。神ながら非人道的というつもりはないけれど、邪法を嫌うオラリオとはやはり文化も体型も違うわね。ドゥーフーフー、私どもからすれば冒険者の都を歌っておきながら奴隷の売買が行われていないオラリオの方が特殊ですぞ。ともあれ、この砂漠の船を所持している紹介は数えるほどしかありません。フレイヤ様の旅に快適を約束するのはまさに我がファズール紹介がうってつけだったというわけですぞ。うちのボスゴリゴリに売り込む。手を揉みすぎて指紋が消えるんじゃないかな、ボフマン様。こちらで用意させていただいたその衣装も実に似合っておりますぞ。フレイヤ様、私は少なくない旅費を捻出しているみ、あなた様の旅の目的が叶ったその暁にはぜひご寵愛を賜りたいものですぞ。音が聞こえるわね。は？あまり歓迎したくない音が。なあ！あれはサンドワーム！しかもでかい！押しつぶされる！船を転身させろ！急げ！必要ないわ。は？残念だけれど。は？もう追いつかれちゃったみたい。あれは最強の派閥フレイヤファミリア。エッチな目でフレイヤ様を見てたことがバレたら、今頃自分はあの恐ろしい眷属に。何をしているの、ボフマン。
早く船を進めなさい。ようやく追いついたか。行くぞ、女神を護衛する。練習台にもならないわ。好きにしろ。ファイアボルト。喰らい尽くす。瞳はいろんなことを教えてくれる。戦闘には不向きだ。好きにしろ。祈りが通じたか。港に着いたようだけど、ボフマン、この町は？はは、リオードの町と言います。イスラファンという国に属する、いわば商人の町ですな。イスラファン自体商業が盛んな国でして、中でもこの町はオアシスを中心に栄えていますぞ。町の規模こそ大きいと呼べるものではないですが、貿易の要所といっても過言ではありません。港が充実しているのもそれが理由？その通りですぞ。周囲の物流、各国の動向も伺いやすく、重要な拠点の一つといったところでしょうか。この町ならばフレイヤ様の探し物も見つかるのでは。遭遇こうした次第ですぞ。ホッテルたちはすでにこの町に潜り込んでいるでしょうね。そして姿を見せないということは、私の好きなようにしていいということね。はい、何か言われましたか、フレイヤ様？何でもないわ、行きましょう。商人の町とはよく言ったものね。迷宮としてもここまで盛況なバザールはない。オアシスも見事なもの。人も物も流れが活発、見ていて飽きないわ。そうでございましょう、そうでございましょう。気に入られたのなら私めも鼻が高いですぞ。けれど、空気がひりついている。ご覧の通り、この町には多くの人と物が集まります。異国の品はもとより奴隷も。ボフマン、あの奴隷たちは？奴隷商が仕入れたのでしょう。この町には奴隷市場もありますよ。ずいぶんと数が多いようだけど、あんな風に頻繁に人狩りが行われているわけ？
いえ、滅傷もありません。間違ってもこの周辺一帯の秩序が失われているわけではないのですぞ。ただこの西カイオスではただいま戦争が起きておりまして。戦争ね。イスラファンの北に位置するシャルザードという王国に東のワルサという国が攻め込んだのです。近年ワルサが強大な傭兵系のファミリアを軍部に引き入れたという噂がありまして、そして隣国であるシャルザードに一方的に海戦を言い渡し、そのままシャルザードは敗北して、はい、ワルサの軍にまるで歯が立たず、王都は陥落、国内も蹂躙された。つまり国が荒れている。町の空気がどこか物々しかったのも、それが理由だったのね。ワルサも対応に手一杯でしょうし、こちらに飛び火することはまずないでしょう。けれどワルサの兵は今もシャルザード国内、村や町を荒らしている。そういうこと？はい、逃れた難民が奴隷に落ちる、この砂漠世界ではよくあることですぞ。つまらない呼吸、奴隷に落ちたこの魂はことごとく灰のように汚れている。いっそ不快と言えるこんな場所に王様いるとは思えない。あの輝きは、私から視線を断ち切った。魅了するつもりはなかったとはいえ、私に抗った。うつむくその顔は苦境に歪んでいて、なお凛々しい。険しくも鋭い瞳は未だ死んでいない。その眼差しはまるで至福して時を待つ虎。何をしている奴隷ども、さっさと進め。ボフマン、行くわよ。は、あ、どちらでございますか。あちらの奴隷市場に連れて行ってちょうだい。